ということでね、前回ケイスケといろいろ深い話もしましたよ、トークで、はい、ということで違いないんですけど、シゲがダメですよ、やっぱり、うん、いらない、あんなやついらない、勝てる、全然シゲがいらないじゃなくて、俺らだけでケイスケが勝てる、そう、ケイスケだけ、まあ、しかも重いだな相変わらず俺とケイゴが8本ずつ打って計16本7本で俺らの勝利、7本こぼれ球です。はい、でシュート位置がアークよりし難しい位置とされてる。もうどうなんだろう、ダメよ、アーク外から決められたらダメ、アーク外は決められないっすね正直決められないなえ、アーク外でいいっけ、形は何でもいい、フリーキックでもいいし、当てて落としてもいいし、ケイスケの方のチャンネルでもコラボしてるんで、はい、そちらの方を見てください、見てください。それでは行きましょう、勝てる、じゃあマジやろ、はい、うわっ、うわっ、タウ君こぼれいけたって今ちょっと今の先が思い やられるくらい2本目あげるよ一回しましょう、一回しましょう、いやすげえよ、入らん、ちょっと入る規制くらい入るんぞ、行こう、4-0 やったらやばいぞ、まずもうできます、膝下で、うわぁ、うわぁ、いい選手だね、いきます、うわぁ、うわぁ、惜しい、走ってるわ、あいつが暇だね暇ここ最近、俺らでキーパーしすぎてる、だから入るんだよ、気持ちよくなんだよ気持ちよくなりすぎちゃった一回戻すとハードルが下がってた、はい、大丈夫、受けるって4本取れるよ、え、簡単決めようかな、そろそろ本気出し、本気出してみよう、はい、しゃ、うわー、あいつ、うわー、あいつね、マジでここにこぼす、吸収してるね、これしげくんに見せれないんじゃないですか、しげくんしげのことやったから、うわうわ伸びるね、別にない J1 の選手シュート伸びないから、まだ俺ら負けてないから、いや、はい、俺これ外しちゃ負けて、外しちゃ、よろしくよ、こぼれさんも生かしてくれ、一回集合しよう、ストレート負けしました俺なんかこのワックスとかシュート打つことないんやないよな、だからお願いして挨拶をでも一回やらせてもらおうか、そうだ、皆さんペラ外でもう一回やらせてお願いします、ここまでしてくれたんでいいっすよ、ペラ外は同じルールでやる、オッケーっす、さすがに5-5にするか、10本 OK です、2回目だし、ペラ外だし、俺らが5決めたら勝つ、 OK です、5-5だったら PK 戦するじゃん、最高です、俺らが4本蹴って1止められたら負け、 OK です、もう言い訳はここまで、こっからはもうガチや、ガチや、じゃあはい、うわーうわはい、早いよ、ケイスケ初代チームメイトだけどほぼサッカーしたことないですし、うわー全然ダメ、ちょっと待って、うわー全然ダメ、ちょっと待って、なんで他チャンネルだと入って俺らのチャンネル入るの、まあ、言い訳ですけどケイスケのチャンネル見てください、じゃあはい、ケイケイ、はい、やめー今8ぐらいずつ蹴ってゼロよ、
ガチでまずいな、これは。はい。選手がの気持ちわかるから壁蹴ったりとかさ、やりたいもん今。一つ言わしてくれ。乾杯でした。だから最後一つだけ PK4 本のやつだけやる。はい、そうですね。やりましょう、やりましょう。4本中、俺は1本で外したわけです。全部逆全部逆情けないぞお前ら。はい、ということで今日はもう稀に見る大大大乾杯でした。完全に違う違う違う、1年 J1 でやったらここまですごいのかと思いました。キッカー蹴るときもさ、入るか入らんかみたいな、ちょっと分かるじゃん、試合の感触でも。今日なんかマジで入る気しなかった、マジで。正直嬉しい。ケイスケに飲まれたんかった。あとビッグセーブするとさ、こっちもあれは入らんかもせんって思わせたやん。それが思ってしまったっていうのもよくないけど、ケイスケのチャンネルでもコラボしてるんで、ぜひそっちの方見てください。お願いします。ありがとうございました。まだまだ伸びしろあるよ。マジかよ。さあ